すとやっぱ太いですね。眉毛？うん。私？うん。補足してこようか。まあ、別に先輩のビジュアルがどうなろうと私には関係ないし知ったことじゃないんですけど。え、そうなの今から。え、ここでもすっごいね、早放題で。早放題ですね。平野ノラさみがある。あ、そうだわ。しもしもって言い出しそうだよ。35億って言ってみて。35億。それは違う。違うね。それブルゾンだから。平野ノラの話ってくれ。あ、しもしもやっぱちょっと身がある、それっぽくさある。ザギンデシースオッケー。あ、うん、ある。でももうちょっとチーク濃くしたらもう完成そうだ。唇をね、真っ赤にする。唇だね。あ、確かにね、先輩野良感ありますね。野良感あるよね、野良さん感がすごい。確かに。そうでしょ。うん、ある。ちょっと待って、何でそれもないじゃん。そんなにね、まじまじとね、人が眉毛を剃るとこ見る機会ないんで不思議な気持ちです。ちょっと上だけ隠す。私いつもさ、眉毛自分で剃らないからさ、え、何どうしてんの。美容室行って、ついでに眉毛カットしてくださいって。え、でもさ、そんな美容室とか頻繁に行かなくない。もう3ヶ月に1回ぐらいかな。3ヶ月に1回しか眉毛整えなかったから、もう雑草みたいになってんじゃん、ここ。え、私、本当だと思う。ならない。え、何が。え、眉毛。うん、眉毛、私、え、4日に1回ぐらい剃る。そんな。いや、剃るじゃん。私でも分かんない、もともとあんま毛が生えない人だから。毛が生えない人。うん、そう。私指とか剃るじゃん。これは生えてるけど生えてないことにしてるやつだよ。もう私も若干生えてると思う。あと指とか生えてこへん。いや、足めっちゃ生える。そう、指はね、そう、指毛めっちゃ濃い今。なんか指はね、そう。なんか私、あの麻雀のプロ目指して勉強中だけど、最も気にしてるのが指毛が濃いから、こう手に行くときに映って、あとこの私の不細工なこの親指は映ってる。全部回した今。回してる。そう、この不細工な親指がこの積もったときに映る。ラッツさん、今日も親指が不細工ですねって実況で言われるのがもう怖くてしょうがない。いや、確かにそれね、麻雀って手元すごい映るから、うん、気にするよね。そうなんだよ。あれだよ、ちゃんと気にしだしたのはズガになってからだよ。コンテンツ上さ、全部見られるものしか作ってないじゃん、私たち。ああ、まあそうっすね。確かにね。そう。確かにな。本当は平野ノラ、うん、そんな感じ。どうしたの。いや、ちょっと最近なんですけど、うん、悩みがあって。どうした。いや、そうなんですよ。あの、二人にはちょっと言ってなかったんですけど、マジで白が増えて。いや、本当に私、あの、この、まあ、私27って交渉してるんですけど。え、そうなの、知らないんだけど。そうそう、また来年もね、27になるんですけど。あの、白髪がもうマジでヤバくて、ちょっと見てもらっていい。ちょっと見て。いや、でも、そんなの。あのね、ちゃうね、ちゃうね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まちょっとまじまじと見るのやっぱ恥ずかしい。あの、一回引きで見てもらって、引きで見てもらったら、私、このね、黒々しいね、この毛髪の量だけをね、こう大事にしてきたんですけど、うん、もうまあこう引きで見ると大丈夫。全然問題ない。近寄ってこの辺ちょっと見ていて、ね、見つけた。見つけたでしょ。うん、抜いていいのこれ。ちょっと抜いていいんだけど、まだこのね、じゃあもうなんだよ。おもちゃか。じゃあね、あのここはよくてまだ、もうね、この辺もなんかあ来てるって感じなんですけど、もうそれ以上に深刻なのがここの内側で、ちょっと本当にお見せできないんで、ここを先輩ちょっと軽く見ても。あ、本当だ。おいおいおい。そんなリアクションすんなよ、そこだから。そんなリアクションすんなよ。いや、もうだから最近ちょっとショックで。え、どうしたの。いや、あれかなと思ったけど、染めたわ。染めてるね。あ、本当だね。そう、あ、そうだね。そう、だってもう、いや、もうそうなんですよ。もう最近だからもうこのなんかね、いや、こうアイドルの成り下がった慣れの果てみたいなね、白髪ばばあの白髪ばばあ言うの気にしてんで、気にしてんの僕は。ごめんなさい。いや、なんか最近悩みないっす。なんかダメなんですよ。違う。なんか、なんや。何笑ってんの。白髪ババアか。違うわ、マジそれ言うんだ。さっき私ポロッと悩み言ったから、うんうん、それのことだろ。え、それのことだろ。何どういうこと。じゃあ、もう今私はみそみそみその悩み知らないの。先輩の悩みあんの。何何。最近さ、うん、肛門が緩いの。おい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 、市場よ、
そう、ちょっといろんな意味に取れすぎて突っ込んでるか分かんないけど大丈夫。なんかね、なんていうの、うん、これ放送できんのかな。いや、するかどうかあなたが判断するんでしょ。でもするんでしょ。トイレ座るじゃん、うん、で、うん、別にその気はないのその気はなくって、その気ないんだけど、くしゃみするやん。くしゃみしたらね、はいはいはい、出るねん。ちょっていやー、これ先輩多分ね、こう何日か後に冷静になって見返して、うん、いや、カットだなってなると思う。カットだなってなると思う。なんだろうね、あれね。いや、知らねえよ、分かんねえよ。私結構ガッチリガード派なんで。そんなのがあるのよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。いや、私の知らない、知らない、肛門の緩みっていう悩みが、じゃあいずれ私にも襲ってくる可能性が襲ってくると思うよ。くしゃみ注意だから。私、なんだろう、なんだろう、悩みありすぎて分かんないですよ、これ。で、悩みを悩みとしてない可能性がある。あ、多分ちゃんと聞いたらいっぱいあるけど、多分本人が悩んでないです。なんだろう、ね、悩みだと認識してないんだね。認識してないね。それ悩んでんじゃんって聞いたら、お、じゃあ私の悩み見つけてよ。どの立場から見てんだよ。どうやって見つけたらいいよ。いや、まあ、もうツッコミどころいっぱいあるよ。今日お前のこの服なんだみたいな。寒いから。寒いから、何この、なんだろうな、中野で1200円で売ってそうな。外れ、正解、正解。すごい、当たってるんだ。すごくない、安定感が鋭い。すごいね。あと髪の毛がそうぺったりしてるなとか。ぺったりしてる、うん、クッキーさんさ、うん、こう喋るときに前髪とか髪の毛がこう目の前にあることに対して抵抗ないの？なんだろうね。この間さ、見返したのよ、あのクッキーの血圧事件、うんうん、一番最後クッキーのワンショットでちゃんとコメント言うときに、こう、ちょっとこう、この状態で喋ってんの、ずっと、うん、なんで書き上げようと思わないんだろうと思って、うん、なんだろうね、わかんない。それが声優なんじゃない？いや、ではないけど、声で勝負してる。いやいや、なんだろうね、なんか、なんだろう。まあ、つまりですよ。いや、我々は花粉症。もういいよ、もうだってろ。